寒い日が続いています。こういう寒い日におでんを食べると体も心も温かくなります。ということで、今日は、簡単なおでんの作り方を紹介したいと思います。簡単な方法ね。まず大根を茹でます。皮を剥いて切って茹でます。それからこんにゃくも茹でておきます。ちょっとだけね。ゆで卵を作っておきます。ゆで卵はお水から15分でも、13分とか14分ぐらいでいいです。さあ、そしてだしを用意します。だしがこの粉末顆粒のだし、本だし、これが一番便利。だしとみりんと醤油、これでだいたいこんな感じの色にしちゃってください。もう目分量でいいですよね。そしてこれを沸騰させて、そして先ほどの大根、こんにゃく、卵を入れます。味がよく染みます。30分ぐらい煮るかな。そしてその後で半平とちくわを入れます。で、最後にタコ、固くならないように最後15分から20分ぐらいだけ煮ます。さあ、全部入れて、はい、出来上がり。あったかくて美味しいおでんの作り方を紹介しました。見てくれてありがとうございます。またね。